ビッグ・ブラザーのポスタービッグ・ブラザーとは、ジョージ・オーエルの小説、1984年に登場する架空の人物である。ビッグ・ブラザーのモデルとなったされる、社会主義国家、ソビエト連邦を30年間にわたって統治した、スターリン。作中の全体主義国家、オセアニアに、1984年時点で君臨する、独裁者。オセアニアでは、 社会を支配するエリートが権力を維持するために国民に対して独裁権力を振るっているがビッグブラザーはエリートたちの頂点にいるとされる。オセアニアの住民はテレスクリーンをはじめとする手段により当局の完全な監視下に置かれている。住民は至るところに貼られたポスターに見るものの動きに従って視線も動くような感じを与える例の絵柄で描かれている。 ビッグ・ブラザーの姿と、その下のスローガン、偉大な兄弟があなたを見守っているにより、絶えずこのことを確認させられている。ポスターやテレスクリーンでは、ビッグ・ブラザーは、黒い髪に黒い口ひげを蓄えた人物として描かれている。これは、ソビエト連邦共産党の初期長であり、ソビエト連邦の最高権力者であった、ヨシフ・スターリンをモデルにしていると言われている。 アンソニー・バージェスは、著書、1985年のエッセイ部分で、オーウェルは、ビッグ・ブラザーのアイデアを、第二次世界大戦中の広告から得たとしている。ベネッツという通信教育業者のポスターには、親切そうな老人である、ベネット自身が描かれ、学生に、助言や支援を申し出るような内容とともに、あなたの父親にさせてくださいと書かれていた。しかしベネットが没すると、 その息子が会社を継いだ。ポスターの写真は、父親の顔から、息子の鋭い顔つきのものに変えられ、文章も、あなたの兄にさせてくださいと変えられたという。小説では、ビッグ・ブラザーの描かれたポスターや、ビッグ・ブラザーが出てくるテレスクリーンが描かれるが、本人自身は登場しない。ビッグ・ブラザーは45歳くらいの人物として、 ポスターなどには登場しているが本名はわからず、実在の人物か党が作り上げた架空の人物かどうかは明らかではない。党のプロパガンダによれば、ビッグブラザーは、劣気とした実在の人物であり、エマニュエル・ゴールド・スタインらと共に党を結成し、1950年代の各戦争後に社会主義革命を主導したとされる。主人公のウィンストン・スミスは、 ビッグ・ブラザーがいつ頃登場したのか、かつて彼について、どのように報道されていたのかについて、記憶をたどろうとするが、ビッグ・ブラザーについての報道は常に等により、改ざんされており、これを反駁する証拠が何一つ手元に残っていないのでどうしても思い出せない。偉大な兄弟が、世間の噂に登り始めたのは何年頃のことだったか、思い出そうと努めた。 1960年代のある時期に違いないと思ったが、それを確認することは不可能であった。もちろん党の歴史によれば、偉大な兄弟は立党時代から革命の指導者、守護者として登場していた。その功績は次第に過去へ押し戻され、すでに40年代や30年代の伝説的な世界、つまり、 資本家が奇妙な円筒形の帽子をかぶり、大型の光輝く自動車か両面ガラスの馬車で、ロンドン市内を乗り回すような時代にまで遡っていた。この伝説が、どの程度まで真実なのか、どの程度まで作り話なのか知るよしもなかった。ウィンストンは党そのものが創立されたとしつきさえ、思い出せなかった。オセアニアの権力構造を示したピラミッド図。 ビッグブラザーを頂点に党内局、東外局、プロレが描かれている革命初期の指導者たちは1984年の時点ではビッグブラザーだけが残っており地下に潜伏したとされるゴールドスタインを除き1960年代半ばに反革命の罪で全て逮捕、粛清されているエマニュエル・ゴールドスタインが書いた金書によればビッグブラザーは 国民の愛と恐怖と尊敬を一心に集めるために作り出された存在である。実際には、ビッグ・ブラザーのような独裁者がオセアニアを支配しているのではなく、無名の党のエリートたちによる少数独裁性により、オセアニアは支配されている。しかし、国民の恐怖や尊敬といった感情は、組織や集団に対してよりも一個人に対しての方が起こりやすいため、 ビッグ・ブラザーのような存在が作り出されたと説明される。ビッグ・ブラザーは無病にして全能の存在であると設定されており、人々はポスターとテレスクリーンを通じてしか接することはない。彼は永久に死ぬようなことはあるまいと我々が信じたとしても無理からぬ話であろう。しかもすでに彼の出生年月についてはかなり不確実なのである。 テレスクリーンを通じて毎日放送される2分間像はビッグブラザーに対する愛情を示す場となっている。2分間像には毎回ゴールドスタインが登場し、国民は彼に対する像を熱狂的にかき立てられ、スクリーンに向かって怒号を浴びせる。像、復讐心、恐怖、熱狂が高まったところで画面には大きくビッグブラザーが登場する。 人々は安堵し、安心感を与えられ、彼の顔が、スクリーンから消えた後には、BBBBBB という合唱が起こる。オセアニアの政府には、戦争を司る、平和賞、物資配給を司る、法務賞、プロパガンダを行う、心理賞があり、どれも実際の仕事内容と省庁の名は、正反対になっている。残る、愛情賞も名に反して、 逮捕と拷問を行うが、最終的な目的は、名の通りである。つまり、容疑者を、101号室での拷問や尋問等を、通じて、再教育し、愛情賞を出るまでには、皆が、ビッグブラザーを心から愛するようにすることが、目的である。バルセロナ市のゴシック地区にある、ジョージ・オーエル広場の看板。手前には、 監視カメラが設置されていることを伝える看板が立っている。1984年の出版以来、思想警察、ビッグブラザーは、過度に国民を詮索し、管理を強める、政府首脳や、監視を強めようとする政府の政策を揶揄する際に、使われるようになった。1984年に発売された、アップルコンピューターのマッキントッシュの発売予告テレビ、CM。 1984は、小説。1984年にそうを得て、当時同社製のアップル e 3を市場で凌駕していた、IBM PC のメーカーであり、ビッグブルーのニックネームを持つ IBM を、ビッグブラザーとして描いた。なお、イギリスの俳優デイビッド・グレアムが噴した、ビッグブラザーは e r は髭を生やしていないなど、小説で描かれた姿とは異なる。ブック氏が行った。 1900年以後のフィクションにおけるベストキャラクター100人というランキングではビッグブラザーは59位となった2006年の書籍最も影響力のある実在しない101人ではビッグブラザーはマルボロマンに次ぐ2位となったウィザード誌ではオールタイム悪役ランキングで75位となっているリアリティ番組ビッグブラザーは あらゆる場所に監視カメラが置かれた家に数人の男女を閉じ込めるという内容で1984年から発送された。平沢進は2004年に各 P モデル名義でビッグ・ブラザーと題された全体主義による弾圧と監視、強制的服従を風刺する曲を制作した。この曲は同年に発表したアルバムビストロンに収録され、また 平沢の公式ウェブサイトからも無料でダウンロードが可能となっている。エドワード・スノーデンが内部告発したアメリカ国家安全保障局の通信監視システム、プリズムの存在について2013年に記者から質問されたアメリカ合衆国大統領のバラク・オバマは我々はビッグブラザーみたいなことはしていないと答えている。ありがとうございます。